どうも、ゆうたです。今ね、YouTube から、なんかね、こんなでっかい、あの黒い、あの箱が届いたんですけれども、これってそういうことですよね。これってそういうことですよね。ちょっと開けていきたいと思います。ここにハサミがあるんでね、ちょっと待っててくださいよ。映るところが悪いと俺の住所とか見えちゃうからね。ちょっと見えないように、こうやってね、気を使いながら開けていきたいなと思うんですけれども、いや、これ絶対これあれだろ、あれの盾だろ、これ。これ。お、ああ、二重に箱の中から箱が出てきた。マトリョーシカみたいな感じなんですかね。ほら、箱の中から箱が出てきて、はぁ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 、ちょっと待って。手が震える。ちょっとこれ、ビニール剥がしてもいいですか？これ、ビニール剥がしてもいいですか？ちょっと手震えるわ。ああ、鈴木優太、登録者数100万、金の盾金の盾いただきました、 YouTube さんから。ああ、嬉しい。やばい、これ宝物や、これやばいでしょ、これ。うわぁ、やばい、やばい。サムネどうしよう、サムネどうしよう、これ。うわぁ、わからん。うん。わからんけど、いや、でもこれ、やばいな、これ。うん、ちょっとこれ、家宝にします。ということでですね、これ今の気持ちをこれ弾き語らなきゃあかん。今の気持ちを弾き語らなきゃあかんので、ちょっと今から、歌作ります。聞いてください。はい、よろしくお願いします。投稿する動画は不適切、うんこの擬人化と呼ばれた。そんな俺にも金の盾がもらえました。 YouTube 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 ありがとう。 YouTube 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 ありがとう。イエイ、ありがとうございました。